ララさんのインディの現場後編お願いいたします。はい、まあ、前回はあの長安寺まで行ったという、行きましたよ、谷中ね、銀座とか商店街通って長安寺にたどり着いて、はい、ここに祀られてるのがすごいんですよ、はい、すごいって言って捉えてます。すごい寿老神、これはあの徳川家康さんが治めたと言われてる像です。え、寿老神、なんで、いや、なんでって言われてもそれわからないですよ、と家康に聞いてくださいよ。この像があるからこそ江戸時代からずっと今まで続いてると言っても過言じゃないですよ。ああ、そうなんだ。江戸時代の方々もやっぱりね、と家康様が祀られたものなら拝まないとって言って、ああ、やっぱ神々しいとか、もう歴史を感じましたね。まさにどうする家康ですからね、今ね。すごいですね、鹿かなんかがいるんですよ、これ。暗黒くて分かりづらいかもしれないですから。鹿の角なんですよ。よく作るなと思いましたね、この。寿老神は健康で長生きができるという。長生きができる。それがあったんじゃないですかね、家康も。ああ、そうですよね。それを願ったかもしれないですよ、ね。願って、ここに奉納したんでじゃないですかね。はい。はい、そして、続いて、ここの目の前に谷中霊園っていうのがあるんですよ、ね、はい、通り道なんですけど、はい、これ実はうちの親父が墓があるんですよ、谷中霊園に。え、ちょうど本当通り道ですよ、次のお寺に行く途中にありまして、これちょっと新年の挨拶しないといけないなと思って。谷中霊園とかなかなか空きがないんじゃないですか。空きがないですよ、空きがないですよ、有名な方ばっかりですよ、墓も。そうですよね、高いんですよ、めちゃくちゃ。そこにお父さんがいました。お父さんいましたよ。あら、なんかやっぱり2時間サスペンスのドラマ狙ってるんですか。いや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 、どういうことですか、それ。さっきから表情がなんですか、刑事になったりね。刑事気分の写真。いや、なんにもないですよ。もう七福神巡りしてる顔ですよ、これは。で、まあお父さんの墓もあります。いや、もっと充実してますよね、親父にまで会ってきまして、あ、頑張んなさいって声かけられましたから。続いたら近くに森重久彌さんの演劇界のね、まあ俳優の巨匠ですよ、もう。いや、もともとお笑いですからね。あ、お笑いでね、芸人なんですよ、実は。そうですね、すごい役者として有名になっちゃってますけど、もともとは芸人ですよ。芸人から始まってね、まあ、喜劇役者ですかね。喜劇役者ですね、はい、はい、何とぞ役者の仕事を一つお願いします。ゴッド彦さんお願いします、ね、ゴッド彦さんお願いします。森重さんにも訴えましたね、これ渋沢栄一さんの、あ、新一万円札の顔になる方ですね。はい、はい、その渋沢さんの大きいお墓だと思いません。渋沢栄一の墓って谷中なんだ。そうなんですよ。全然知らない。すごい大きかったですよ、渋沢さん。あの日本のあれですよね、資本主義の父と呼ばれてて、そうそうそう、いろんな、ね、会社、学校とか作った方ですからね。そうそう、会社作ったり、ね、いろんなことやってますね、はい。まあ、これだけじゃないですよ、はい、これは徳川慶喜最後の将軍のお墓もここにあるという。谷中霊園。谷中、そうなの。東照宮じゃないんだね。東照宮じゃない、ただしちょっと鍵がかかって中には入れなかったんで、徳川家の墓もありましたので、はい、そこに一応そこを通じて、あ、日本の将来をよろしくお願いします。そうそうそう、コロナで大変ですけれども、まさにどうする日本なんだ今。どうする日本、なんとかしてくださいと。あ、どうする家康、頼むよ ね、持続化給付金復活お願いしますと一応言っときましたけどね。助けてくださいと。もう忘れてましたよ、その言葉。いやいやいや、忘れちゃダメですよ。永遠のテーマじゃないですか、持続化給付金なんて。もう今年は来ないのかなと思って。でね、はい、真ん中にね、はい、交番があるんですよ、はい、お墓の真ん中に。そうなんですか、すごいな、ところこんなところに交番と思って見たら、この顔にピンときたらっていうのね、はい、これ霧島聡ってこれ総裁じゃないですか、これ。え、この方これですか、これ若い頃の総裁ですよ、これ。ズラかぶった時の、ズラかぶるとね、こんな感じなんですよ、ね、そうなんですよ。霧島聡って名前でいなかったですか。いや、いない、いないですか。でもこんな感じになれますよ、これ。あ、ロングヘアになる。そう、昔そういう黒縁のメガネかなんかかけててね、すんごい似てるんですよ、これ。年も大体同じぐらいの年だし。そうそうそう。この方はね、企業になんか爆弾を破裂したみたいな。確かテロリストですよ、ね。テロリストなんですけど。だけど、まだ捕まってないんですよ、この方が。もう僕の昔から知ってるんですけどね、この霧島さんは。ずっとね、交番に行くとありますからね。そうなんですよ。反日武装戦士。はいはいはい、前から総裁に似てるなと思ってたんですよ。総裁だったの。総裁かもしれないですよ、本当に。自首してくださいね、本当に。分かった、本人だったら。分かったじゃないですか。さあ、はい、
通り抜けたところに天王寺っていうのありまして、天王寺、はい、ここは大仏で有名なんですよね、はい、ですっごい綺麗なお寺でした。すごいですよ、大仏があってね、これだけ敷地が広いところに大仏があるんですか。あるんですよ。だからここはたくさん観光客の方も来てると思いますよ。はい、はい、そしてここらにあるのが毘沙門天さんですね。毘沙門天、武将ですよ、武将、まあね、自分のことを外敵から守ってくれるし、はい、財宝も授けてくれるという。あ、もう本当この人についてほしいですよ俺。こちらがですね、魚屋さんというおせんべい屋さんなんですけど、おせんべい屋さんとか多いんですよ谷中は。必ず食べますね。食べますよ、それこれだけ歩いてるんですから。ガリガリになっちゃいますよ本当に。いいじゃない、ガリガリになって。ガリガリになりますよ。いや、元気をもらわないとこういうとこで食べながら、はい、すぐ元気になりますから。これはね、とにかく美味しいですから。美味しそう。なんか昔ながらのね、おせんべい屋さんみたいな感じですね。1枚から売ってますから。そこなんだよ、1枚から売ってるという。もう今や少ないでしょ、おせんべい屋さんなんて。そうなんだ、ね、種類の全部減った。減りましたよね、手作りで作るなんていうの減りましたよ。ああ、そういうのがいいんだ、1枚から食べられるってこと。谷中には、ね、いろんなところにありますから。下手すると、ね、昔はだからもう5円とか10円でね、おせんべい1枚とかね、食べられた。ありました、あった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 、本当にそのぐらいね。そうなんですよ、よく買ってましたよ、1枚10円20円で買ってました。復活してほしいね。はい、そしてここを抜けるとですね、五穀院というのがありまして、はい、これ1625年に建てられたお寺なんです、はい、五穀院400年前ですよ。すごいね、日本の技術ってすごいなと思いました。今でもこうやってね保存されてるわけですからね、この地震の多い国でね。本当ですよね。そして、はい、ここに祀られてるのが大黒天様ですよ。大黒天、ちょっと五光が指してるんですよ、すごいんですよ大黒天様。いい顔して、優しい顔して。でもセラちゃん、あのみかんと このお餅にピントが合ってるよ。食べ物に気持ちが行き過ぎだよ。確かに、まあ、ちょっと距離があったんですよね、大黒天さんと言いまして、そっちにピンが合っちゃったんですね。気持ちがそっちばっかり。気持ちがね、やっぱここだよね。食べたいな。お餅で、あのみかん欲しいなみたいなね。まあこのうつでの小槌も目に入ったんですよね。あー来た、なんとかそれを私にと、一回でいいから振ってくださいと。まあそんな感じで、宝くじとかやらかるよ、なんか当ててください、お願いします。あ、忍ばずの池弁天宮、上野駅から歩いていきます。はい、観光客がすっごいいました。めちゃくちゃ多いとこですね。ここは多かったです ね、外国人の人多かったんじゃないですか。まさにそうですよ、外国人の方がいっぱい来てますよ。そうでしょ、はい、なんかおしゃれなんですよ、うん、ここもう色合いとかも、うん、ここのお寺は弁財天様が祀られてる唯一の女性の神様、女性の神様ですね、で芸能の神様、芸能の神です。九条さん行ってほしいんですよ、弁財天。ちょっと寄ってくださいよ、シリペン先生大人気になりますよ、ここ行ったら。もう本当ですか。本当です、絶対。わかりました、行きますよ。絶対行った方がいいですよ。弁財天にペン刺したらいいんじゃないですかね。弁財天もダメだ、怒られますよ。きっとられる。やばいですよ、逆効果ですよ。ペンザケンさんにペンさしたら、さっきのあの赤髪のところにもね、赤いペンを、そうだから、赤いペンをさしてもらったりとか。ダメですよ、ダメ、余計なことやったら。はい、でまあ弁財天さんが弾いてる楽器なんかもね飾られて、はい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 、後ろにねこういう派手な感じ。これは琵琶なんですか、弁財天が。でも琵琶に似ている楽器じゃないですかね、うん、日本の方じゃないですからね、弁財天さんっていうのは ね。なるほどなるほど、ね、あの、はいはい、こっちのさっきの紙にも書いてありますよ、はいはいはい、形です。ビバよりは大きいかもしれない、まあ、そうですよね、まあ、こんな感じね、はい、行ってまいりまして、はい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 、まあまあ7箇所行って、まあ、最後はこんな感じでもう涙ですよ。 7箇所行って、それでまあ商店街寄ったり礼やったら8キロは絶対歩いてますね。8キロ8キロやっぱりその達成感っていうのはすごかったですね。何時間かかったんですか、トータル。やっぱり4時間ぐらいはかかってんじゃないですかね。4時間12時ぐらいから出発して、もう夕方ですから ね日落ちしてますよね。日落ちしちゃってもう4時ぐらいになっちゃうから、結構歩いて痩せますね。でもね、痩せます。痩せたい方はもうぜひやってほしいです。正月で3日間ものすごい食べたりするじゃないですか。そう正月は食べたらここで歩くと、いいんですよ、こうやって日の光を浴びながらね。そうですね、いろんな神様とお話もできますし、
達成感もありますから、はい、七福神巡りっていうのはぜひやったし、はい、そこであのプレゼントがありましてね、はい、こちらあの五穀院さんで買いましたですね、五穀院、はい、大黒天様ですね、うつべの小槌を持った、はい、大黒天さんのストラップ、うん、ストラップ、こちらを1名様にプレゼントいたしますので、はい、はい、で、まあ、これ買ってね、あ、帰ろうとして、あ、次のお寺に行こうとしたらバーンと頭叩かれたんですよ。え？何？パッて振り返ったら大黒天さんもいたんですよ。また、はい、なんすか、なんすかって、領収書はいらないのかなんだ。いや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 、領収書って今年はもうそういうのはもういいですよ、僕叩かれますから、そういうのでやって。そうでしょ、お前変わったのかみたいなこと言われまして、どうしちゃったんだって、さっきからお願いしますお願いしますって俺に言ってるんだったら、まず違うだろう、目の前の人にお願いしろよって言われまして。そうっすかね、いやもうこれ500円なんですよ、うん、正直な話、500円で領収書もらうって恥ずかし、結構恥ずかしいじゃないですか。これは出ないでしょう。これは一応それを大黒様に、あの、うん、大黒様じゃない、大黒天様に言ったら、そうでしょ、500円を笑う者は500円泣くんだって怒られまして、何ばかりしてんだこれワンコインを、確かにワンコインを笑うんじゃないお前はつって怒られまして、はい、で、まあ領収書こういうのはもらえないですよ、うん、でもまあ一応戻って、うん、すいません、あのこれ領収書ってもらえますかっつったら、うん、ちょっと上の者と相談してきます。そんな迷惑かけてお正月にあなた流れが変わってるんですよ、まさかの上の人に、話に行きまして、お上みたいな人が出てきて、うん、あ、領収書特別ですよ、出します出します、特別だよ、これ大黒天様の力なんですよ、急に出します、うん、出しますって話になって、大川工業ですね、はい、分かりました、大川工業様、はい、ほんでまあこういうのいただきまして、一つよろしく、あ、ほんで大黒天ですごい、ハンコがあるよこれ。そうですよ、一番上の方に書いてもらってるんですよ、それ。これなんかあれだね、本当に神棚に飾るとかなんか飾った方がいいですよ、うん、いいね、で、これ1名様にプレゼントいたしますので、はい、ってことで詳細はね、あの概要欄とか、ね、概要欄ね、書かせていただきます、はい、皆さん1名様プレゼントご応募お待ちして、待ってますよ。なかなかね、領収書で落としたお守りないですからね。ないですか。はい、ということで寺田さんのいいねだけまでした。はい、以上です、どうぞ。